皆さんこんにちは。どちらで目指す2つの合理的合格戦略についてガイダンス講義を行いたいと思います。私レックセニコシ金城淳之介と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、この、2つの合格戦略について皆さんにお伝えしていくんですが、冒頭から端的に申し上げるとですね、いつ合格するのかというところの、区別っていうんでしょうかね、それについて、ちょっと違いのお話とか、そういったところをちょっと皆さんに、戦略的な学習法とかね、そういったところをお伝えできればと思います。でまず今画面の前の皆さん、教室でガイダンス受けていらっしゃるか、もしくはご自宅等でね、PC などでご覧になっているのか、ちょっと状況わからないですけども、今後ろに映っております、デジタルパンフレットですね。ちょっと画面上はちょっと文字が小さかったりして見づらいかもしれませんので、教室の方はぜひお手元の資料で、ご自宅等にいらっしゃる方は、デジタルパンフとかですね、ウェブサイトなんかも合わせてご覧いただければと思います。でまずいずれにせよですね、今皆さんこうやってご覧いただいているということは、この中小企業診断士を取りたいと、取ってみたいという、興味があるというか、もしくはもう絶対欲しいという、もうすでに目的意識がおありの方、それぞれだと思います。で、最初に簡単に私の話をさせていただきましょう。で、私もですね、今から14、5年前になりますけれども、普通に、ある企業でサラリーマンをしておったんですね。で、ちょうど30過ぎたぐらいだったかな、ちょっとね、こう自分の何て言うんでしょう、将来っていうんでしょうかね、多少ねこのままでいいのかなみたいな、ちょうどこう30代になって迷いが生じたっていうんでしょうかね、迷いというか、なんかこうマンネリだったのかな、今考えれば。でそこでなんかこうこのままじゃいけないなということで、問題意識を持ってね、じゃあちょっと資格でも勉強してみるかという気持ちで始めたのがきっかけなんです。そもそもで当時は今みたいにその科目合格制度とかなかったので、もうなんて言うんでしょう、もう選択肢は2つの合格戦略はなくて1つしかなくてですね、もう一発、1次試験を8月に受けて2次試験を10月に受けるっていうルートしかなかったんですね。で今は、この後詳細説明しますけど、科目合格制度というのがあって、分けて、忙しい方とかはね、1年目は4科目、2年目3科目みたいな形で分割で取ることも全然可能になってきましたので、戦略が広がったんですが、私の話に戻りますと、一発合格を狙うしかないわけです。だからそこにはもう戦略もへったくれもなくても、とにかくやれということで、私が勉強始めたのがですね、その年の1月1日だったんですね。12月中にちょっと情報収集をしまして、でよし、じゃあ新年明けましておめでとうから勉強しようということでね、1月1日から勉強始めました。で、今皆さんが何月何日かちょっと分かりかねるんですが、私の時が8科目ありまして、で皆さんは今7科目です。で私の時よりも1科目少ないので負担感は若干軽くなってますが、私1月1日から勉強して、で試験がですね、8月6日だったかな、確か8月6日7日か5日6日だったか、ちょっと定かではないですけど、8月6日はこう試験受けたなっていうのが覚えてて、8月5日6日あたりだったんですね。で実質だから1月1日から7月末までの7ヶ月間ですよね、正味勉強できるのは7ヶ月間で8科目で、だいたい勉強時間も記録してたので960時間ぐらい、勉強しました。それで当時の、今と比べるとね、難易度が違うっていうのはありますけれども、当時で約7割ぐらいの点数を取って、一時は合格しました。なので私の感覚としてはね、1科目
1ヶ月あれば合格点を取る水準にはいけますよと。まあそれは今の一次試験の難易度であっても、はい、だいたい1科目まあよく聞かれるんですけど100時間、100時間を目標にしていくと、まあだいたい無理なく合格点は取れるかなと、はい、ただもちろん本番は水物ですから、年によって難易度がね変動する情報とか、経済学とか、まあ、法務とかねいろいろありますけれども、まあいずれにせよ今皆さんが例えばじゃあご覧になっているのが5月とかになってくると、もう5月6月7月と、まあ正味3ヶ月切ってる中で7科目っていうのは、まあかなり厳しいことになりますよね。だから逆にいやご覧になっているのがまだ1月2月っていうのであれば十分に7科目を目指すことはできますと。だからまずはまあ、今回のタイトルにもあります2つの合格戦略っていうのは、まあ、どっちを選ぶかというよりも今いつなんですかっていうのが大きなポイントになってきますね。ですので、まあ、まず皆さんが、まあ、当然その例えば3月末決算の会社にお勤めの方とかでね、まだ3月手前だったとした場合に、いや実は期末忙しいとか、もしくは4月になって当然こう配置転換があったりだとかね、環境が変わる可能性があったりだとか、まあ、そういった意味でも、まあ、ちょうどこうなかなかこう変動の多い時期でもあるわけですよね。3月4月あたりとか、そうなってきた時に実際にじゃあ今仮に1月であったとしても本当にちゃんと勉強できるんですかっていうねところが、まあ、重要になってくるわけです。ですからどっちがいいとかどっちをやりなさいっていうんじゃなくて、まず共通して言えるのは、まず資格がこの中小企業診断士という資格が欲しいという、まあ、思い理由をまず明確にしてほしいんですね、はい、そうじゃないとなんとなくこう、まあ、診断士の資格取れたらいいなとかね、そういう人には正直おすすめしません。はい、こういうこと言うとまた怒られますけども、ただ本当になんとなくでやっちゃうとですね、長続きしないんですよ結局は。まあ勉強ですから当然楽しいことだけじゃないです、正直申し上げます。でしかも1日24時間限られてる中で仕事もしてプライベートもあって、その中に勉強しなきゃいけないわけですから相当大変です。はい、で考えた時に生半可な気持ちだと続かないので、最初からやめた方がいいって私は言っちゃいます、もうぶっちゃけちゃいます。ただ今こちらをわざわざご覧いただいているという方はかなり意識の高い方だと思いますのでね、でしたらやるのであれば一日も早く始めること、これが合格可能性を高めます。これはもう日を見るより明らかですよね。一日でも早く始めれば始めたほど点数は伸びます、間違いないです。これ一次試験についてはマークシートですのでね、ですからかけた時間に比例して点数伸びます、はい、だから一日も早く始めてほしいと。ただ冒頭から何度も言ってますけど、残された時間によってやはり2つの戦略がありますよと。そこでまあ今日は、この2つということで、1つはじゃあ今年中ね、2018年中に合格するぞというのを目指すのか、いやいや今年はちょっと難しいと、正直一次試験まであとね数ヶ月 3,4 ヶ月しかないとかね、例えばでちょっと今年いきなり一次試験7科目取るのは難しいから分割払いでやろうと、はい、分割して合格して2019年、来年の合格を目指そうと、まあ、まずその2つの大きな分け方がありますよと、はい、ただ、まあ、まずまあ、例えば今ご覧になっている方、1月とか2月とかね、比較的まだ早い段階で残された時間が半年あるよという方であれば、まあ、まずね、いきなり今の段階から2年計画っていうのはもちろんありですけれども、まずはいや目指してみましょうよと、こちらのね1次2次プレミアム即週ということで、まあ、即週その名の通り、一気に集中的にということでね、こちらをまずちょっと、ご紹介をしていきたいと思います。カリキュラムのご紹介ね。で1次2次のこの即週のご紹介をした後に、いやいや2019年来年の合格を目指すよと、
というのの、カリキュラムの違いみたいなものをちょっと説明していきたいと思いますので、で、ちょっと文字も、あまり小さくてね、見えづらいかもしれませんので、まあ、見えづらいですよね、この画面上でね。ですので、できればお手元の、はい、資料なんかもご覧いただいてですね。はい。で、まあ、この画面ちょっと大きくしましょうか。はい。大きくしたって言っても、まあ、この程度なんですけれども、ちょっと大きくしますね。よいしょ。まあ、テキストはこの市販もされているこのフォーカスというテキストを使っていくんですが、基本的にはまあ試験に出る内容に厳選しているということで、まあその名の通りフォーカスということでね、まあ試験に出ないところよりも、まあまず毎年こう狙われるところとか重要なところに絞った形でね、そういった論点を絞った、即集に、適しているテキストでもあります。まあ、こういったものを使いながらですね、やっていきますよと。あとは、講義のね、体系とか、フレックス性みたいなものもあったりで、一人の講師の、こう、講義だけじゃなくて、例えばこれ私が映ってますけども、下の方にはね、同じ科目であっても、複数の講師の、授業が受けることができると、ね、いうことで違った、理解が深まったりだとか、こういったような、今までにないようなこうシステムなんかも、ね、取り入れたりしながら、講座提供してます。このあたりも細かく読んでください。でカリキュラムのお話なんですけれども、ちょっとねこれ全体像からね、ちょっと細かいので、よいしょ。でこの上の段、ここの上の段の部分が、一次試験対策の部分になります。で下の部分、こちらが二次試験対策ということになってます。で大枠のところでこのオレンジ色ですね、こちらは二次試験最終的な今年の、10月までね、二次試験までを視野に入れた一次二次のパッケージになっている特集ということですが、まず今年の一次試験までのこのブルーの枠ね、この部分が一次ストレート速習のコースということになっています。まずそういう枠組み、一次だけなのか二次まで入っているのかの違いだと思ってください。いいですね。はい。で一次二次と、じゃあもうちょっとここを、見ていきますけども、ちょっと拡大していきますね。はい。よいしょ。で先ほど申し上げたように、出題テーマで絞って、出るものに絞ってやっていくということで、本当に無駄な時間ね、速習なので無駄な時間が取れないので、絞った勉強ということになっておりますというところですね。であとは段階を経て、一時、ね、ベーシックやステップアップアドバンスといった階段を上っていくようなイメージですかね。そういったカリキュラムになってますと。あとは、一次二次融合学習というふうになってまして、できるだけ二次を早めに、始めるというカリキュラムになっておりますと。これについてはまた後で、細かく説明しますが、ごめんなさい。こちらのですね、下の部分をご覧いただいて、はい。じゃあ、先ほど3ステップと申し上げました。一つ目が、一次ベーシックということで、ご覧のように、企業経営、運営管理、財務会計、経済学、法務、情報、中小と7科目、インプットと書かれておりますよね。インプット。はい。まず、これがいわゆる普通の、授業、講義になります。で、それを受けていただいた後、そのすぐ下の段に、当練ということで、要は試験ですよね。達成度をチェックすると。必ずこの、インプットと、アウトプットがセットになった形、これが特徴ということになってます。ちゃんと授業を聞いて、それがちゃんと定着しているのかの確認ですよね。これが7科目分ありますよと。でこの図のちょっと下の方をご覧いただくと、ちょうど二次がこの下にかぶってきているのがお分かりいただけますよね。よいしょ。ね、つまりこの、企業経営、運営管理、財務会計といったこの3科目、実はこの3科目が二次試験に出る科目です。裏を返すと残りのことの右側の4科目ね、こちらは二次試験に出ません。出ません。ですから、この3科目を終わった段階にかぶせて、二次を見てもらう。
はい、まあ、これ通信ですので、終わったタイミングからできればね、2時パックになっている方は2時も早めに見ることをお勧めします。というのはやはりこの1次と2次の1次試験が8月で、2次試験が10月ですから、たった2ヶ月しかないんですね。できれば早めに見ておいてほしい。ただし速習なので、かなりヘビーなハードなことは間違いないです。だからそこはぜひ皆さんの、まあ、スケジュール感っていうんでしょうかね、あとは空き時間に合わせて、無理なさらないようにって、もちろん一時がね、まずは先決ではありますけれども、まあ本当に今年のストレートを目指すのであれば、ぜひ2時も、はい、見ておくことが必要になってきます。はい、そうじゃないとなかなかこう後から追っつきにくくなりますので、まあいいでしょう。で、まあベーシックというのをやりましたよと。じゃあ今度はベーシックのお隣に、このステップアップ講座と、こちらも通信のみというふうになってます。で、同じように7科目、はい、こちらの1、2、3、4、5、6、7と同じく、はい、こちらも7科目インプットがあります。だからこれ図ね、本当は7つ並べたいんですけど、まあ、並べるとページがでかくなっちゃうので、まあ便宜上1つにしてますが、7科目ちゃんと1個1個別々にあります。全く同じ形ですね。7科目あって、7科目それぞれ確認テストがあるよと、インプットとアウトプットのセットになってます。はい。で、大事なのがこちらですね。ステップアップ全国模試ということで、ちょうどこの、まあ、中間地点でしょうかね。3月から5月の間ぐらい。はい。細かいカリキュラムの方をご覧いただきたいと思うんですが、スケジュールの方をご覧いただきたいんですが、まあ、ステップアップ全国模試というので、これでいわゆる全国で大体自分はどれぐらいの位置にあるんだろうかという、まあ、達成度を見る、はい、まあ、本試験レベルの、まあ、模擬試験ですね。実際の本試験と同じ時間の模擬試験を受けていただいて、実力を試すというのが、こうステップアップ全国模試というのも、この時期にありますよと。これが、まあ、大きな特徴ですね。で、ここで、まあ、大半の方は、まあ、ダメかと。ね、なかなか、こう、まだまだだなという実力に気がついていただいて、気を引き締めていただいての、次の、よいしょ、まあ、アドバンスというところね、さらに、こう、高いレベルを目指していただき、で、最終的に、この、まあ、6月あたりでしょうかね、ファイナル全国模試と。いうのがあります。ファイナル全国模試ね。ファイナル、その名の通り一番最後の模試になります。はい。なのでここで最終的な仕上げをしていただくんですが、当然速習ですから、なかなかね、細かいところまで、カバーしきれてない方もいらっしゃるでしょうということで、今回、速習だからこそこの一次直前総まとめ講座ということで、はい、復習の甘いところとかね、そういったところを埋める意味で、この直前総まとめ講座がついてます。なので、速習の皆さんはもうとにかく駆け抜けてきて、最後で細かいところを穴埋めしていくようなね、総まとめ講座で仕上げていただくと。これが、まあ、この速習の大きなポイントになっております。なので、まあ、先ほどもちょっと言いましたけども、非常に、負担感のでかい、負荷の高い講座体験になってます。なので、冒頭申し上げたように、本当に残された時間によって変わってくるわけですね。だから1月とか2月とか、まだ比較的半年ぐらい時間あれば、ぜひチャレンジしてほしいんですが、これがもう6月、5月、6月ぐらいの方であれば、もうこれはもう土台無理、もう正直申し上げて、まあ無理かなという気はします。ですので、まあ、時期に応じて、選んでいただきたいなと。なので、まあ、まだ時間がある方はぜひ、まず今年狙っちゃいましょうよと。できればね、今年早くね、資格なんてのはできるだけ短時間で、できるだけ低コストで受かるのがね、ベストですから、はい、まずそれを目指していただきたいと。ただ一方で、いやいや、もう実はもう3月だよ、4月だよと、なかなか今から速習でね、やるのは難しいという方も当然いらっしゃると思います。そこでご用意しているのが、まあ、1.5年のカリキュラムということでね、こちらかな。はい、1次2次プレミアム1.5年豪華コース、
というのもご用意してあります。でこちらも、まあ、まずは全体像をちょっと簡単に説明しますと、ちょっとこれ私をよいしょ映して、はい、まずはここ真ん中のところに、一次試験、今年の一次試験ね、2018年一次試験があると。でじゃあそれまでどうするのかっていうと、実はさっきちょっと二次試験に、まあ、関係するしないという話をちょっとしましたよね。二次試験に関係しない科目のことを周辺4科目というふうにレックでは呼んでます。いわゆる法務、情報、抽象とね、あと経済学、この4つの科目については、じゃあ今年取っちゃいましょうと。今年、なぜなら二次試験出ないんだから早く片付けたもん勝ちですよと。なので、まあ、例えば今3月、皆さんね、3月とか4月なのであれば、例えば4、5、6、7、4ヶ月あるわけです。だから1科目1ヶ月ずつやっていけば十分に間に合うようになってます。はい。で、そういった、まあ、スケジュール感の中で、まず今年は4科目取っちゃいましょうよと。で、8月一次試験受けて、まあ、4科目無事取りました。じゃあそこからが今度何が始まるかっていうと、二次に関係する、はい、科目が始まるわけですよね。企業経営、運営管理、財務会計という、まあ、主要3科目と同時に、まあ、二次ということで。ただ、安心していただきたいのは、仮に、ここ、いや、4科目取れませんでしたと。3科目に終わりました。いや、2科目でしたっていうことも当然あり得ます。だからといって、いや、ここから先8月以降も、もちろんその、この周辺4科目の講義もありますので安心してくださいね。万が一今年取れなかったとしても、来年に向けてね、2019年の一次試験に向けて当然周辺4科目の講義もしっかりカリキュラム上はありますので、それを、まあ、自分の必要な科目を取っていただくということは十分可能ですので、そこはご心配なく。ただコンセプトとしては、二次に関係しないものは早く片付けようねと、そこをぜひ押さえていただきたいですね。で、なぜそうなのかっていうと、やはり先ほどもちょっと言いましたけども、一次試験と二次試験の間が2ヶ月しかないんですね。一次試験が8月、二次試験が10月です。まあ、正味2ヶ月しかない中で、やはりこう年々二次試験って難しくなってってます。それを、まあ、乗り越えていくのは、まあ、並大抵の努力ではね、なかなかこう難しいっていうのも事実なんです。ですので、やはりこのできるだけ二次試験の勉強時間を確保したいなと。だからこの科目が減れば減るほど、その分空いた時間二次に回せるわけですよね。なので主要3科目と二次の勉強、こういったまあシナジー、まあ、相乗効果ですね、相乗効果もありますので、ぜひまあ、このカリキュラムで来年2019年の完全合格を目指すというやり方もありますよというご提案です。ですので、まあ、ちょっと細かく、まあ、この、まあ、1.5 年のなんだろう、細かくね、全7科目のどうのこうのって書いてありますけれども、要するに、まあ、前半で、この科目ね、これがさっき説明した二次と関連する一次の科目、まあ、企業経理論と運営管理と財務会計が二次と関連しているので、それ以外を早く片付けちゃいましょうと、はい、いうことになります、ね。で、当然その中身を見ていきますけども、まあ、ベーシック、ステップアップ、アドバンスというふうに階段を上って、最終的に総まとめというのは、先ほどの、速習の時と全く一緒です。だから基本となる、まあこうね、階段を上がっていく、はい、3ステップ学習は変わらないわけです。で最後にまとめと、抜け漏れを埋めていくというのは一緒です。ただし科目が4つですよというのが、まあ大きな違いですよね。はい、4つに絞って、まあ、その分だけね、時間が、まあ、残された時間を4つに絞ってしっかりと学習していただくと。で、その8月以降ね、今年の8月以降を、まあ、改めて企業経営、運営管理、財務会計のベーシック、ステップアップ、アドバンスと進んでいくと同時に、
こちらのですね下の部分が2次、もう2次がしっかりとこのね、ベーシック講座とかね、源泉囲むアプローチ講座、アドバンス講座という、非常に二次試験もたっぷり時間取ってます。はい、これによって来年の10月のね、まあ、合格、二次試験の完全合格を目指していくというカリキュラムということになっております。いかがですかね。はい、ですのでまあ冒頭申し上げたように、その残された時間でまずはどっちなのと、はい、2つありますけれども、どっちを取りますかというのをご自身で選んでほしいなと思います。で、まあ時間があればぜひ即週にまずチャレンジするというのは一つ手です。ただし当然そのまあメリットデメリットありますよ。だから当然メリットとしては、最速でに今年中にね、2018年にまあ資格が取れますというメリットとかねありますし、まあ、時間も短縮できるというのはあります。ただ一方で、まあ、当然デメリット、まあ、デメリットという取るかどうかは別ですけれども、まあ、当然何度も言ってますけど、きついです、きついです、大変です。ただとにかくこう残された時間との戦いですよね。なので短い時間の中でどれだけそのインプットをしっかりして、アウトプットをして、また過去問をやってっていうと、かなりまあそうですね、まあ睡眠時間を削ったりだとかね、例えばもしくはご家族がいらっしゃる方はご家族との時間を多少ね、例えばまあ土日はね、ちょっと勉強に費やしてもらうとか、そういった形でかなり厳しい状況ね、ワークライフバランスの中にスタディが入ってきますからね、ワークライフスタディバランスになってくるので、かなりこう厳しくなることはもうもちろんです。ただしやっぱり先ほど言いましたけども、資格を欲しいなと、必ずこの診断士の資格を取ってこうなるんだとか、こうありたい、こうなりたいという、やっぱりこう決意ですよね。腹くくってくださいねって私よく言いますけども、本当に腹くくった人はぜひこの速習で1日も早く始めるべきなんです。はい、繰り返しになりますけども、早く始めれば始めるだけそれだけ合格可能性高まりますのでね、はい、で、速習にチャレンジしていただきたい。ただ一方、いやもう腹くくってんだけど時間がもうないんだよと、もう今もう3月4月だよと、速習は正直厳しいかもしれないと。だとしたら、もうここは、じゃあ、4月、5月、6月、7月、ね、もしかしたらもっと短いかもしれない。だったら周辺4科目。もしくは、もう今5月だ、6月だと。だったら周辺2科目でもいいじゃないですか。とにかく周辺科目を早く減らしましょうよ。経済学と、法務、情報、中小の4つね。で、早く減らして、で、8月、まず今年受けて、で、何科目か合格して、で8月以降のところでね、こういった主要3科目プラス、まあもし今年受からなかった科目があれば3プラス1とか3プラス2とかね、そういう形で受けていただいてね、これらを。でポイントはやはりこう来年の頭からもうすぐに2次が始まるんです。2次のカリキュラムが始まります。だからこれはもう本当にここの来年の8月から10月までの2ヶ月しかないのを、もう早めに勉強を始めることで、ね、早く2次に触れることで合格可能性高まります。なんでこんなしつこく言うかというと、私が1回2次試験落ちてるんです。はい、私は2次試験2回受けてます。なので、もう痛感してます。もっと早く2次勉強しておけばよかったと。本当にそうなんです。で私は1月1日からって冒頭話しましたよね。1月1日からもうずっと1次の勉強ばっかしてたんです。はい。そうすると、もう、まあ、当然1次の知識はしっかり頭の中にあったので、まあ、約7割ね、点数取れましたけど、じゃあ1次試験で7割取ろうが、8割取ろうが、2次で答え書けなければ意味ないんですよ。で、1次の勉強の仕方と2次の勉強の仕方は全く別物なんですね。それをたった2ヶ月でじゃあキャッチアップしてやろうっていうとなかなか難しいですね。だったらも早めにやりましょうよ、そういうカリキュラムです。はい、ですので皆さんの今置かれた状況によって変わると思います。ただこの、まあ、速習でね行くのか、今年絶対取るぞっ
速習大変だってのは分かってる、でも歯を食いしばってやるぞでもいいですし、いや正直ちょっと時間もない仕事も忙しいと、だったら腰を落ち着けて、今年はまず周辺4科目からチャレンジしようと、周辺4科目からチャレンジをして、で8月以降に、2次に関係する、科目をしっかりやっていこうといったような、まあ、1.5 年で目指す、まあ、2つのね、合格のやり方ありますので、今はね、だから冒頭言ったように私の時はもう毎年一発勝負だったので、始める時期とかによって幸不幸があったんですけど、今皆さんは始める時期によって速習も選べるし、もしくは 1.5 年の戦略も取れます、選択肢がありますのでね、どちらかを選んでいただいて、でぜひぜひ、まあ、一刻も早くですね、診断士の資格を手にしていただいて、皆さんの、まあ、仕事であったりだとかね、まあ、人生にお役立ちしていただければなと思います。まあ、とにもかくにも一日も早くね、学習を始められることが秘訣になりますので、まあ、我々レック講師陣一同ですね、皆さんの本気のエントリーをお待ちしておりますので、まあ、また講義の中とかね、また私2次の講義なんかもやってますので、どこかでまたこうやってお会いすることもあると思いますので、またその時にね、はい、また一歩一歩合格に向けて頑張っていければなと思いますので、まあ、まずは今日のガイダンスはね、2つの戦略についてご紹介しました。ぜひお選びいただいて一刻も早く始めてください。はい、というわけで、どちらで目指す2つの合格、合理的合格戦略についてのガイダンスはここまでにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。